内藤信近は、江戸時代後期の大名、老中。越後国村上藩の第七代藩主。第六代藩主、内藤信厚氏の三男。母は、慣性の改革で有名な老中、松平定信の娘である。正師だった兄の信方が、文政五年に死去したため、着死となる。文政八年、父の死により、家督を継いだ。 幕府の養殖を務めた父と同様、幕閣では、自社奉行、大阪城代、京都諸子代、老中を歴任した。家営4年から11年にわたり、老中を務め、幕政の中枢を担ったが、文久の改革で、公文合体の失敗の責任などを問われ、お役御免となる。王女和宮が降下した際、同じ字を使うのをはばかって、真摯と解明した。また、晩年は、 ガ号として、藤岡奈と名乗った。実施の信人が創生していたため、岩村田藩内藤家から新民を養子に迎え、現時元年に隠居して、家督を譲る。母親戦争では奥上津列藩同盟に加わり、明治新政府軍に抵抗した。ちなみに、対応に苦慮した新民は自害している。そのため、岸和田藩岡部家からの文を改めて養子に迎えた。 戦争終結後の明治元年、明治政府から罪を問われ、謹慎処分を受けた。明治7年に63歳で死去した。ありがとうございます。